はい、こんにちは、かけむるです。 WRX の任意保険を含めた年間維持費を教えてほしいというリクエストがございましたので、僕の場合の任意保険料とちょっとアクサダイレクトさんの方で、ネット割引適用した金額の方、20歳から30歳まで調べましたので、そちらの方、スクリーンショットと踏まえて説明させていただきたいと思います。まずですね、任意保険には等級っていうのがあるんですね。こういう感じで等級っていうのがあって、無事故違反、無事故ですね、無違反じゃないわ、無事故を続けると等級が上がってって安くなるんですけど、事故して保険使うと等級が下がって高くなるシステムがあって、一番最初は6等級スタートです。で、最終的に一番、そうですね、無事故をずっと続けて保険使わなければ最終的に20等級って言って、めっちゃ保険料下がるんですけれども、そういうシステムがあるので、みんながみんな同じに保険料というわけではないんですよ。それで僕の場合は三井住友海上で20等級適用で、対人対物無制限で車両保険300万入れてるんですかね。それで保険料は8万5千円です。年間。大体、すいません、正確な値段じゃないんですけれども、大体8万5千円。それに年間のガソリン代金、車検代、今回はもう省きます。税金が39,500円絶対いりますんで、あと燃料代ですよね。僕、1年で1万キロぐらいしか走らないんで、燃費がリッター10キロぐらいですかね、走るのが。だから、1万キロ走るから割る10にすると、リッター数が出てきます。1000リッターですね。かける160、そうです。今、廃屋の相場が160円ぐらいなので、こういう計算式になりますので、税金と、任意保険と税金と燃料代入れると284,500円年間かかります。あと、オイル交換が年2回なので、これがオイル交換代ですね。7,560円。年2回買えますので、7,560円。こういう感じで、299,620円ですね。それと、タイヤ代もいるんですけれども、タイヤはね、省きましょう。なくなったら交換してください。車検代も省きます。スバルの点検料とか、もう全部省いて、もう素の値段なんですけれども、299,620円。任意保険料含めるといるという形になります。それから、アクサダイレクトさんの方で調べたんですけれども、これが、インターネット割引適用の金額なんですが、20歳の人の車両がない分ですよね。182,740円。
年齢が高くなっていけばなっていくほど事故率が下がりますんで、それだけ保険料がずっと下がっていくっていう形になるんですけれども、これは初回のみ の金額で6等級が適用されるとぐっと下がります。なのでアクサダイレクトさんやったらだいぶそうですね安いと思うんですけど、どこの会社の任意保険入るのかと自分の年齢とそれで年間どれぐらい走るのか細かく書いて質問してくれたら大体これぐらいの金額になりますよという的確な金額は出せると思いますので、すいませんざっくばらんのご質問はちょっと難しいです、ごめんなさい。以上です。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。